地方巨人梶谷隆之さん、4年間で報酬8億円の残念な成績がこれう。年俸2億ならまあまあ働いた方か。怪我がなかったらどうやったんやろな。若い頃のショートをやって期待の新星だった頃が懐かしい。獲得時はかなりお買い得って言われてたんだけどな、ここまでスペとは思わんかったう。野上愛治よりは貢献してるけど高いなう。D の若手を育てる助けをしてしまったね。去年そんな試合出てたんか、全然記憶にないう。もうちょっと活躍すると思ってたけど取説通りの成績になって悲しいわ。FA 保証移籍した田中俊太はいつの間にかO6に移籍していた。巨人で年金もらうのうめえってとこやろう。スペなのは覚悟してたけどここまでスペとは思わなかった。下手すると日常生活に支障あるレベルなんじゃねえの。松坂の12億契約と比べたらよく働いた方。あと1年でも活躍してればって感じだな。さすがに元が取れたとは思わん。至急食らって怪我してまた離脱したんだけど、本当怪我さえなければなって感じだな。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。